はい、皆さんこんにちは、しもりです。はい、ということで本日の動画なんですけれども、こちらまさかの抑え登場ということで、イチローセレクションね、予想した方もね結構いたんじゃないかなと思っておりますけれども、抑え追加ということで、こちらのガチャ引いていきたいと思います。グレードアップスカウト。はい、ということで今回ですね、こちらの抑え追加ということで、グレードアップスカウトですね。スランクが出たら実務確率 30% ということで、グレード1からグレード7までということで、まあ毎回のことなんですけども、このグレード1からグレード7までですね、マックス 1周するのにね、エナジー780個かかりますので、よろしくお願いいたします。ということで抑えの選手を見ていきましょう。はい、ということで選手見ていきましょう。阪神岩崎投手ですね。9位席79の同値、ここはね、強いんですけども、球種がリアタイ向きではないですし、まあ特殊能力も悪くはないんですけれども、まあタイピン持ってないということで、リアタイではするでいいかなと、まあ阪神純正のみで OK かなと思います。続きまして栗林投手ですね。9位82の9位型で、球種ですね、まあパワーカーブ持ってるので、まあ純正ならね結構使えるんじゃないかなと、まあ思ってますし、特殊力もですね超高速伸びきれということで、ここもかなり強いピッチになっておりますけれども、12球団はそこまで強くないかなと思います。続きまして森原投手ですね。9位76の9位型で、球種3球種のみというところ、まあ特殊力もそこまで悪くはないんですけれども、まあ球種的にさすがにリアタイ3球種はきついかなというところでございます。はい、ということで巨人大勢投手ですね。9位80の9位型、こちらも球種3球種のみとなっております。特殊力超高速球切れたエラーになるということで、ここは悪くはないというところで、まあ昔のですねストレートですね、動くストレート持ってる方はそちらの方が強いと思いますので、そこからの継承は NG でございます。まあリアタイ向きではないと思います。続きましてヤクルト田口投手ですね。9位79の9位型、球種ですね、ストレート、スライダー、カーブ、縦スライダー、チェンジアップ、ツーシーム、高速スライダー、スローカーブ、スプリットということで、球種かなり多彩ですし、まあ、リアタイ向きの球種いっぱい持っておりますので、かなりリアタイでおすすめのピッチャーになっております。特殊能力キレ20丸、タイピンチ、内角丸ということで、超タイピンチがなくなってしまったので、まあ、去年のシリーズ2持ってる方はですね、そちらからの継承は NG ということで、私も田口投手当たった場合はですね、2体持ちしていこうとは思ってるんですけども、この田口投手も結構強いので、普通に12球団オーダーにもおすすめのピッチャーでございます。続いて中日ライデル・マルティネス投手ですね。9位85の9位型なんですけども、制球もかなり高いです。球種ですね、ストレート、ナックルカーブ、スプリット、サークルチェンジ、ツーシーム、縦スライダーということで、かなりリアタイ向きのピッチャーになっております。特殊力超高速伸びタイピンチということで、特殊力もかなり強いです。今回の中では一番リアタイ向きの投手になっております。一番おすすめピッチャーでございます。続いてオリックスヒーローの投手ですね。979の9位型で、球種ですね、ストレート、スライダー、カーブ、フォークということで、まあここにね通信もあったらかなり強いんですけども、ないというところ。特殊力存在感20丸、キレタイピンチということで、特殊力めちゃくちゃ強いので、まあオリックス純正にはねいてもいいピッチャーじゃないかなと思いますけど、まあ12球団はスルーでいいかなと思います。続いてロッテ増田投手ですね。978の9位型、球種ストレート、カット、スラーブ、高速進化、ツーシームということで、こちらかなり球種的にはリアタイ向きになっております。特殊力キレ20丸、伸びタイピンチということで、特殊力もかなり強いので、こちらロッテ純正必須ですし、12球団でもかなり強いピッチャーになっております。続いてソフトバンクオスナ投手ですね。制球82の制球型、球種ストレート、カットボール、チェンジアップ、通信ファースト、縦スライダーということで、まあスプリットがないというところで、まあちょっと微妙ではあるんですけど、まあ球速含めておすすめではあります。特殊力超高速球タイピンチキレということで、特殊力もかなり強いので、まあソフトバンク純正にとってはかなり強いピッチャーになっております。まあスプリットあったら最強投手だったという感じですね。続きまして楽天則本投手ですね。スタミナ82のスタミナ型、球種ストレート、スライダー、ナックルカーブ、スプリット、サークルチェンジ、カットボール、スローカーブ、縦スライダーということで、かなり多彩な球種持っております。特能キレ20丸、重い球、球持ちということで、まあ、特能ですね、こうタイピンチあったらかなり強かったというところで、去年の TS のですね、スプリットフォークのですね、則本投手持ってる方はそこからの継承は NG という感じで、まあ、純正にとっては結構使いやすいピッチャーかなと思います。続いて西武アブレイユ投手ですね。9位72の9位型、球種ですね、第1球種、通信ファーストで、スライダー、サークルチェンジ、ストレートという感じで、まあ、ちょっとリアタイ向きではないですね。特能も奪三振20丸、剛速球切れということで、まあ、特能そこまで強くないというところで、まあ、リアタイでここはスルーでいいかなと思います。そしてラストですね、日本の田中投手でございます。9位78の9位型、球種ですね、まあ、ここもリアタイ向きではないというところ、
そして特殊力伸び剛速球切れ、ここは強いんですけれども、まあ、球種的にリアタイ向きではないのでここはスルーでいいかなと思います。以上12名オファーへ登場でございます。はい、ということで選手見てたんですけども、まあ、個人的に、ね、おすすめピッチャーですね、まあ、1人目、田口投手でございます。で2人目ライデル・マルティネス投手、3人目増田投手、で4人目オスナ投手。こちらの4選手ですね、田口、ライデル、増田、オスナという感じのこちらの4選手ですね、12球団でも結構使えるかなと思ってるピッチャーになっておりますので、ということで、まあ、引いていこうと思うんですけど、まあ、もちろん私ヤクルト田口投手、まあ、私ですね5月10日にですね、あの現地も行ってきまして、まあ、ヤクルト残念ながら負けてしまったんですけれども、まあやっぱ現地行ったんでここはヤクルト当たるでしょということで、しっかりグレードアップカードですね、この30パー引いていきたいと思います。ということでいきましょう、グレード1からでございます。いきましょう。はい、グレード5くらいまで飛んでます、当たってなかったらよろしくお願いします。指名候補。はい、ということでグレード5来ましたので、ここから A ランク以上の選手1人以上確定 してますので、ここから飛ばさずにいきたいと思います。いきましょう、グレード5、6連ですね。で、まあ、ヤクルト現地行ってきたんですけど、まあね、まあ、残念ながら負けたというところで、あのまさかのサプライズ発生しました、小林選手のホームランおめでとうございます。あの絶対あれ特殊なんです、サプライズで、ね、あれ出てました、あれは、うん、あまあまあまあそんなねめっちゃ完璧ではない、まあ、ギリギリホームランって感じだったんですけど、まあ、あれはナイスホームランで、吉川選手のホームランも見れたということで、まあ、戸郷投手ナイスピッチングということで、まあ、そこはですね、まあ、さすが戸郷という感じですかね。めっちゃ A ランク出るね、うん、めちゃくちゃ A ランク出るやん、ラストも A ランク、うん。続きましてグレード6ということでいきましょう、8連でございます。はい、グレード6、まあ現地初めて行ってきたんですけど、まあ神宮球場、まあ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 残念ながら負けてしまったということで、まあオスナ、村上、サンタナもですね、まあ快音もね見れずということで、まあそこはちょっとね残念な結果になってしまったというのは、まあ負けも含めてですね、まあ次現地行くときはですね勝ちたいという感じで、まあまあまあいつか現地また行きたいと思っておりますので、まあ神宮球場じゃない球場も行ってみたいなというところもあるんですけども、まあそこら辺は今後考えながらまたねヤクルト戦見に行きたいなと思っておりますけど、まあ次は勝ちたいですね、本当に勝ちたいです。はい、ということで来ましてグレード7、 S ランク新選手1人確定ということで、ここで田口を引いて軽やかに1周目で終わらせていきたいなと思いますということで、行きましょう、グレード 7、30% です、よろしくお願いします。まあ田口としてもね、あの残念ながら現地であの見れなかったので、まあまあまあそこはまあドンマイということで、まあ、山田選手もですね私好きなんですけども、まあ、残念ながら一軍におらずということで応援歌も聞けずという感じで残念だったんですけど、まあ、村上選手の応援は聞けたということで、そこはナイスと、そこはナイスという感じで来い、来いお願い、1チーム30本パシャ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 。はい、これは怪しい、これは怪しい、だってじゃあ増田投手欲しいかな、個人的にであるならば増田かライデルなんですけど、増田投手が欲しいということでいきましょう。まあ田口投手来てくれればめっちゃ嬉しいです、いきます、来い田口、イエーイ、2チーム確定、すべてなくてもやっぱり現地に行った後はヤクルトの選手 30% しっかりと引いていきますということで、まあこちらも使ってみた動画出していきたいと思います。グッドボタン高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後のご注意だけお願いします。